皆さんこんばんは。モムリンだよ。アシオリンおるってもうバレたで。シオリンですよ。私の携帯がポンコツやからシオリンが貸してくれました。ジェンダーガールズ行ってきました。道理でがきつい。本当ですよね。で、しかもこの前みたいに縦向いてないよね、多分。うん、ちゃんとまっすぐですよね。すごい。ほら、このメイクさんにやってもらったアイライナーも綺麗に見えてる。いつもどんな感じでしょ。いつもこうなんかのほほんって守るんぽいねですかね。疲れ様、ありがとうございます。そう、この服島村それ。いや、これはハニーズっていうところで買いました。島村かと思った。進歩進歩です。横向きのこの今日はこの前ももるんこの縦縞に中のトップスは横縞だったんですよ。だからもうすごい感じだった。チェックになってたんですけど、今日はちゃんと着てきましたから大丈夫です。初めまして。プチももるん情報がね。すずちゃん歌ってる？なんかも聞きたい。今日はな、何する？しおり何する？どうする？何しようかも。そうなんか邪魔者が入ってきて。芋推しだよ、だって。ありがとう。誰のことかな。芋って誰が呼び出したん？誰だろう。それかな。これあれ、しおり、しおりかな。もう覚えてないわ。しおりんか。最初質問ありますか？急に。好きな教科なんですか、しおりん？好きな教科は私は社会です。おお。好き社会。社会は好きやけど覚えるの難しい。何が好きな教科？国語ぽいぽいですよね。めっちゃ国語っぽくないですか？ほんまに。化粧してるって聞かれてんで。誰？ファンの方に。全然終わりなんで一応してます。ちょっとこれなんか出してってか伝わらんのな。ちょっとすっぴん感半端ないよね。アイライナー、アイライナー。モモルンはなんでそんなに可愛いの？だって可愛くねえよ。変なこと聞きやがって。お前の方が可愛いよ。誰によ。そう言ってくれてるらしいですよ。どう、惚れた？釣りますね、モモルンの。この前聞いてエリカっていうな、釣ってくださいって言われたらな、ほんまに釣ってた。こうやってしょりこうやって釣りよりよ。巻いてるか引いてる。ももるんの握手もうこう来たらもう こんなんですよ。本当にこんなのこんなのですから行った方がいいですよ。で、楽しいからつい。好きなお寺はやってあるの？好きなお寺、お寺っていうか今行きたい寺は清水寺。清水テンプル。そう、清水テンプル。合ってる。テンプル。英語で習った。習った。いいね。あとはモモルンと西宝寺。西宝寺ってどこ？苔寺っていう。苔が綺麗な寺。え、行きたい。めっちゃ綺麗なよ。苔は行きたい。でもなんか多分予約制みたいな高級な寺や。ちょっとちょっと高級。ただじゃない。ね、モモルンと勝利はどのくらい仲がいいのやって。ちょっとこんくらいかな。嘘、大好き。笑ってないお顔が。いやでもいい、
仲いいよな。仲いい。仲いいか。かな。いい仲間。よく話すよね。おい、ゴーゴーセブンと勝利どっちが好きって言い張るよ。比べるもんじゃないな。お、優しい。ほら、モモルの良さが出てますよ、本当に。ニュニュ。兵庫来たことあるやん。それ思うか今思ってた。さすが。兵庫ね。神戸あれとこやろ。兵庫ってモモルの出身違うわ。誰やっけ。あやんか。うん。そうだからある。見たことあるんや。あの、え、神戸ワールドちゃう。うん、あ、本当やん。いやーねーもう。いやーねー、あるわ、行ったこと。ね、モモル美白したやって。え、白く見える？でも、チューリンじゃ並んだら茶色やな。でも一緒じゃない？多分画面で見たら。一緒やん。一緒やない？色。あ、ちょっと違う。結構違う。白くは見えない。うん。正論やな。好きなおにぎりの具は？ココナタンとか言うんやろ。梅。だってココナは食べたらあかんか。まだ食べたらいかんと。まだまだ一年食べたらいかん。食べる？うん。かは鮭。あとツナマヨ、うん、おいしい魚系ね。うん、魚。さっきもおにぎり食べよったよね。そう。何食べたい？さっきはな、なんかマヨ、あれマヨネーズ、マヨネーズご飯食べたん。マヨネーズとなんかなんかね。え、てか地味にさ、モモルンってショールームやったことないよね。初めてやんな。うわ、嬉しい。ほんまに持ってんの？ちょっと持ったって。やったね、愛媛県出身がいるよ。二人のコンビは愛媛。え、まだ何もないね。てか、うん、そんな考えたこともなかった。なかった。そうやな、うん、また考えよう。また考えよう。面白そう、考えたら。それでは突然ですが、お絵かきしたいと思います。え、やろうぜ、イエーイ。お絵かきやって。お絵かき。しおりん、絵うまいから。あ、じゃあさ、なんか勝負しようや。どっちが、うん、あ、あれやん。これ投票があるけんさ。あ、そうや。どっちがうまいか。絵描いてどっちがうまいかちょっと決め。いや、でもちょっとこれ、モンゴル推しの方がいっぱいいるから、ちょっと。いや、ここはなんちゃら平等に行きましょう。原始円になる審査みたいな感じで。原始円で。しおりんファン。何か書いてほしいやつ。しおりん。うん。ウーパールーパー。せーの。知らん、知らん。ウーパールーパー知ってるけど知らん。ウーパールーパーを絵に表すことつながんなかった。え、何こんなんじゃん。やばい、キモい。ねえ、想像と違うんやけど。かけたよ、でも。なんか名前書いてある。はい、できたよ。岩崎由美。結構な気持ち悪い。じゃあ、さっきももるん。じゃあ、勝利。うん。じゃあ、私の書いたウーパールーパー。面白い。はい、モモルンは？はい。ウーパールーパー。ウーパールーパー。ウーパールーパー。ちょっと似てる。これはあかんや。ライオンやん。やってらっしゃい。二人ともライオンか。ここに左だが。あるよね。あ、ちょっと待ってくれ。あるよね、なんか。投票やってみよう。これはあかんや。もっとクオリティの高いものにしよう。あ、そうやな。
どっちも下手くそよ。なんか指からさ、めっちゃモモルンの匂いします。臭いかも。モモルンのペンやけんかな。そのペンめっちゃモモルンの匂いする。あの匂いがするペンって何？やばい、匂ってください。ちょっと、はい、じゃあ何買って次。くっさやって。くっさやと何がいい次。クジラ。ちょっとハードル高いな、すごい。クジラいいやん。クジラうまく描ける自信ある。でも、もうこんな感じやな。こんな感じやな。描けたの？めちゃめちゃ。ちょっと青かして、ちょっと青かして。やっば。え、似てないでも二人描くやつ。ちょっと目の感じが似てるんかな。いいね。じゃあ、シオリンから。クジラ。かわいい。モモルンは？これクジラ。ロッキーが一緒や。ニトルやって。おいいじゃん。ニトルやった。かわいい、かわいいやって。ありがとう。マンボウみたい。まあまあ画伯やな。何描くで次。いい戦いになりそうな。なんかなんかもっとクオ、なんかさあや、なんかなんかない、なんかない。素晴らしい、素晴らしい。あ、うん、そうや。いや、ね、イモルンじゃん。うん、あ、でもな、イモルン。アシュラゾーは描けるん？あんまり練習したことないな。でも描ける。ちょっとアシュラゾー描いてさ、うん、投票にしよう。出てるん？これで戦いしたらいい。うん。で、文字はどこ？あ、違うよ。バツバツ。どうやってやるのこれ。あ、やって番号か。うん、ちょっとでもあんまなんか。今からアシュラゾーを描きます。描きます。なんかちょっと真剣に時間かけて描きたいな、アシュラゾちょっとね、時間かけてるからちょっと待っててな。その間になんか無理か。ちゃちゃ座っとるイメージ。アシュラゾアホや。なんかこんな、こんな、待ってこんな難しい。え、シュアリーもうかけたよ。ちょめちゃ発見ポーハゲた。え、シュアリーもうかけた。すげえな、いいね。え、かけたよ。じゃあ、しおりんから。いやだ、投票するでしょ。うん。あ、じゃあ、しおりんの横に手がいて。に。はい、できましたよ、アシュラ像。いっせ、あ、待って待って。で、これで、こうして。あ、そう。はい。はい、私の1は水田、2はももか。アシュラゾやばい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 。めっちゃ匂い。やった。いやでも1もおるよ。いやでもな、数がおかしいもん。え、これ普通何個なん？え、顔が3つ、腕6本よ。そもそもそれを知らん。私はしかも立ってるし。やばいやばいやばい、めっちゃ匂い。ほんまや。ちょっと待って、どのタイミングで終わればいいのこれ。あと3秒とか言って。あと20秒。いいよ。20、19、30、30ちゃう。増えてるし。10。顔は3つ。そう。9、8、7、7、6、5、4、3、2、1。終わりー。やっべー。やったー。え、ちょっと。74.5対25.5 ですよ。よっしゃ、負けた。このアシュラ像可愛いけどな。そもそも聞いて、
顔が3個なんか手が6本知りません。勉強不足は。すごいわ、やっぱアシェラ像の愛がすごいわ、モモルは。いい、いいね。食べ物系はないですか？なんか食べ物系。食べ物系なら来てる気する。食べ物系、食べ物系あります。みかん。みかんとか超絶簡単やん。オレンジあるよ。顔で描く。顔で描く。みかん描きますね、今から。みかん、レッツゴー。レッツゴーなん？レッツライティン。そうなん？わからん。え、みかんうまいって言ったよ。何を隠そう、私は愛媛県出身だ。いや、愛媛はみかんの国やけど、愛は負けへん、どほほほ。え、みかん好きなん？逆に知らんかった。好きやで。知らんかった。知らんかった。知らんかった。かけた？かけた。でもこれさ、うん、これつる？あ、よっしゃ！番号書いてみなさい、うん、なんか確信を持ち始めた。できました、私たちのみかん。はい、太いの。こうか。どうどうどう、これどっちがうまい、どっちがうまい、どっちがうまい。1じゃね、1じゃね。あと何秒、早いか。あと何秒。10秒。10 9 8 7。すごいな、英語逆から言えるんや。6 5 4 10。あ、ちゃあと、あと見て、あと見て。3 2 1。早いかな。どう、もう終わっても大丈夫ですか？あ、ほらほら、負けてる。さっきと逆や。イエーイ、 72.5。 やったね。くそ。まあでもなんか葉っぱがリアルやな、しおりんの。ほら、さすが愛媛県出身や。なんか大変やし、もう一回。さすがしおりん。あ、褒めるやつや。次は、コジリンやって。いいよ。え、コジリン描こうぜ。いや、もうかも。かりんちゃんを傷つけへんように可愛く描く。それ、ディスってますよ、ちょっと。傷つけへんようにってことは、もう。せきらずにやめて。え、でも、人の絵は私苦手だからで。ね、コジマってどんな髪型しとったっけ、でも。そんな。ホテルのお風呂上がりの小島かりんの髪型しよう。バストレート、それサラサラのツヤのあるかりんちゃん。ツヤのあるってなんか違う。こじりん、こじりん。でもほんと最近小島呼びになってきた、ほんとに本気で。めっちゃシュウリンリオル。やば、種類が違うよね、ちょっとなんかあの、じゃあ描き方イラスト系かなんかガチかみたいな。そうやな。え、小島の口側からそもそも。小島多分割と。で、眉毛がめっちゃ下がっとって。そう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 、かわいい。目どんなんやっけ。でもクリッとしちゃってかわいいよ。え、こんなんじゃない。やばい、怒られる怒られる怒られる。眉毛がバサバサクリンとしてて、ほっぺはピンク色。おお、そんな口やったかな。かけた？かけたよ。きたよ。せー
ーの。こじりん。こじりん。どう？しおりんのおもろい。どう？こじま。モモルの方がリトルっすね、ちょっとこれは。おしゃ、ほんまに？え？リアルなのとイラストチックなんかよね、これ。どっち？口元似てる。怒られる多分これ、後で見られたら。あ、シュッ、もうちょっとシュッとしてるかな。もう変なことするんだってどうした感じ、どうしたってねえ、これはココナさん描くしかないの。あ、いいね、行こう。海山ココナ。ココナさんはね、いいよね、見てるだけで。そう、557ですよ、皆さん大好き557。ココナさん、もうみんな見てコメント欄、5個あごがあった。小島の名残が。ねえ、前髪どんなんやっけ。うわ、あかんわ、これ好きな人として失格やわ。ごめん、聞いてきたな。てかさ、大阪に来てからさ、うん、前まであかんわとか言ってなかったのに、ずっとあかんわあかんわって言うでしょ。大阪弁映ったんちゃう。え、やばい、書くんかい。こんなんじゃない、ここだ。でも、アイに見てるやん。たけたで、こう。で、には、ほら、ももるん。ハゲたつもじしか映ってないじゃない。バレた。ちょっと待って、ココナさん何が好きやっけ。もち、もち、もち。できた。じゃあか、ココナ、せーの。二等身。それな、あ、ほんまや。一等身じゃない、マジで一等身やない。一等身。ええやん。よき。よきよき。見てるね。一等嬉しい。これいつまでやるの？え、追いかけ大会。追いかけ大会いつまでやります？もういい。もういい。もういい。ちょっと飽きてきました。いい、正直にどうぞ。あ、それを投票でやるの。いちいちで。満足？もういい？ショールームはね、くぅ！まあそういう、うん、はい、いい感じ？もうお絵描きは今何時までと？まあね、19時、まだ8時なんか、あ、でも、うん、8時までしかね。9時まで9時ぐらいまで、うん、うん、9時ぐらいまでやるよ。みんな寝ちゃうかしら。寝る前のいい夢に入る入り口、モモルこのショールーム、これ見て、これ見て、ね、寝て、モモルの夢を見ましょう。皆さん、ひよりの夢も見ましょう。何する？モモルン眠そう。眠そう、まだ全然眠くない。いつも眠そうやないってから、モモルン声がやろ。あ、モモルンはね、喋り方がゆっくり、うん、よく言われる。どう思います？ゆっくり。私、握手会に来た人とかわかるんじゃない、モモルンの喋り方めっちゃ。
どうですか？おっとり、うん、ほらかなりゆっくりなんか、まあ、全国握手会の時さ、うん、こう結構早かったやんか、うん、こう普通の個別の時より。だからもう言い切れへんくって、うん、何言おうとしたら、あ、はじめまして岩田はじめまして三しおりです、あ、よろしくお願いしますぐらいやろう。はじめまして岩さすがでも可愛いよ。もう本当にありがとうございますを言う一言だけでもありがとうございます。そんなに遅くない、ありがとうございます、ほら、いやいやいや、ありがとうございます今ほらショールームだから、ぶりっ子ではないんですかって。モモルンガですか？ぶりっ子なん？ぶりっ子じゃないですよ、モモルンは。ただガチのスロー、そう、ね、スロー、だからむしろ直したいんですけどね。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、ももかが悪いですね。すいません。で、どっかドア入るときも失礼します。失礼しました。そんな感じ、確かに。でももうちょっとほら早口言えるよ、逆に。言えるよ。すもも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 のうち。それはあれや。もう100回ぐらい言ってるやつ、今までで100回以上言ってるな。じゃあなんか新しいやつ、見切れてるじゃない。皆さんにちょっと顔をお見せして、ほら、まあ、ダメよ。すももちゃん、すももちゃん、嬉しい。眠そう、ももあるね、そう、こう近寄ると目がこうなるからかな。寒い、今日寒かったなね。最近ずっと寒いよね。でも、うん、寒い。赤巻き髪、赤巻き髪、青巻き巻き、今飛んだ。赤巻き髪、青巻き巻き、秋巻き髪秋を意識してしまった。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、入れた。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、遅い。でも一回しか言ってないよね、今。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、赤髪髪、秋髪髪、無理。はい、今の聞いてファンの皆さんは可愛いのもらうとなりました。なったわけになる。こいつうっさい、うんじって感じ。こんな感じなんですよ、モモルン。あの、本当に面白い。裏でも、うまい、裏でもなんか。お店で行って。もう別に思っちゃう。静かにして。こんばんは、だって。こんばんは。こんばんは。こんばんは。さっきから一緒にいるけど。いるけど、こんばんは。神アニメって10回言って。え、神アニメ、神にアニメ、うん、神様。神アニメ、神アミネ、神アミネ言いにくいんだな。神アニメ、神アニメ、神アミネ言えた、10回でね。神アミネアニメやけどね。神アニメ、今日の前座どうやった？もう多分そろそろ最後になっちゃうよね、うん、もう千秋楽が近づいてたから。千秋楽に出たい、千秋楽の前座に出たい、最後出たい。もうみんな12人全員で出る15人か。1列でいいやんの。1列で、あ、もう入れもんってみんなでじわるな、それはちょっと。でそうなんですよ、モモルンの耳あるじゃないですか。あれ、あの、私なんかちっちゃくないですか、めっちゃモモルンの耳。ちっちゃいって。で、普通耳ってなんか耳立ってんのか、なんかめっちゃこうやってやろうとしても硬いじゃないですか。なのにモモルンの耳もうぐにゃって画像で伝わります？柔らかいんかな。めっちゃ柔らかいんですよ。だってこんなくっつきませんよね、普通。くっつくか。いやいや全然痛くない、うん、こんなになるんですよ、本当に見てください、本当にふにゃふにゃなんです
しよう。かわいい、かわいい。食べてみてやって。いややろ、こんな汚いよ。カムシャク跳ねてきた。おヨーロ、あ、読めへん。ヨーロッパ旅行客って5回言って。ヨーロッパ旅行客、六票客って言う。1回目からヨーロッパ旅行客、ヨーロッパ旅行客2回しか言ってない。3回でいいやろ。ゴムゴムの耳4ね、ほんと耳やばい。1回モムルの耳触ってみてくださいって言おうとしたけど無理やったね。触れますか。触れるのは 手だけやった。画面越しやけどどうぞ。触りすぎて耳赤くなった。プニプニ。しおりと変わりたいやって。耳触るの。でもしおりがそっちに行っちゃうからな。でや、にらめっこしよう。いいよ。いや、ダメ、合わせしたい。にらめっこって別に変顔せんの。あっちに向ける。見たいですか、変顔。にらめっこ。あー、変顔せえへんやつ。にらめっこ。いっせー、にらめっこします、今から。はい。じゃあ、はい、せーの。あ、笑った。早っ、早っ。しおりの携帯で見てる方から音がしておもろい。もう一回、せーの。何もしてないのに笑うんですけど、この人。おもろい。ちゅうちゅりなさい。あなたのショールームでしょ、ほら。8時だけど大丈夫って。私、15歳から9時まで。そうです。大丈夫。もうちょっと皆さん見ていけますか。最弱の岩田。じゃあさ、変顔で、いいよ。ちょっとこれは横からじゃないとね。いや、アイドルだから。あ、そんなモールだけ前向くか。おお。いいよ、こっち向く。じゃあもう一回、最後のにらめっこ、せーの。その前に見えてないよね。笑ってます。笑ってる、やった。にらめっこ3連勝。負けたね。あ、どうしよう。その顔ね。私ちょっとにらめっこ強いかもしれません。ずっとこの顔してるだけで笑われた、モモルに。画面越しやったら余裕。そう、直接見たら。なんか勝利。いや、これはちょっと一回やりに、お互いちょっとね。いいですね。握手会とかでやりまっこ、やりまっこ。にらめっこやりましょう。やりましょうが混じった。やりましょう。にらめっこやってみましょう、ちょっと。私に勝てる人はいない、にらめっこで。5期生全員としてくるわ、後で。あ、いいよ。おらんけど。もうおらん。なんかそれ、これ外したら髪長いみたい。え、髪外した。耳かけ、うん、伸びたよね。長いくよくて。やば。ゲラある。ゲラゲラしちゃう。今モモルくしゃばしよる。あ、レアだ、レアだ。めっちゃ笑いよる。モモルが先見れましたよ。もう大丈夫。ガーガー T シャツや。ちょっと見せたい。あれ？めっちゃかわいい。ガーン。ガーン。1ガーガー、2ガーガー、3ガーガー、4ガーガー、ガーン。そういう服どこで見てるん？パソコン？ネット。うん、もうネットだから。
ネットとか言いつつサイト名言うのがちょっと面倒くさい。調べてガーガーガーで。こいつがどうなってもいいのか。ううまた違うわ。まず違う。やめてやってよかったね。止めてくれる人。やったありがとう助けてくれて。ママルン見切れとるって。コメント側に寄っちゃう。あ、なるほど。シオリン賢い。うん。島村ネットで買ってるやって。島村お店に行ってる。眉毛この前な綺麗にしてもらったよ、眉毛さんに。眉毛リカティにボサボサって言った。でもそうやな。でもさ、ここ入らんかったら多分眉毛ボサボサのまんまやるので、うん、一生剃ってなかった。イボ。それが今やねん、本当に。そんなことないよな、眉毛なんて。大変やった今。そんなことないよな。こう見てくれてる女の子。いいよ、ボサボサでも芋っぽくて可愛い。太い、濃い。そんなことないよ。ルンティでも見切れてたって、モモか。一生そらへんのやって。どうしよう、顔ごと眉毛になるかも。全部切る。この辺も眉毛に。どんどん顔近くなっていくよね、顔面に。そう、寄っちゃう、寄っちゃう、ね、チンパンジーやんやって。ウホゴリラのモノマネやってみ。うんふん、まだまだやな。シオリンのその顔上手やな。ゴリラ得意なんですよ、私。ゴリラ、ゴリラ得意。そういえばさ、うん、次の大阪の握手会でさ、5期生連最後よな。そうやな、5期生連楽しかったな。ね、行くよやって。ほんまに5期生最高やって。ありがとうございます。楽しかった。なんか他の、うん、このファンの人も来てくれてね。ほんと5期生連ずっとやりたかった。ちょっと5期生連ね、だってそれ終わったら個別になっちゃう。でもなんかあれね、ちょっと目が回るよね。ちょっと10人とそうやって来てくれてる人も大変やな、ね、見切れてるよ。ロロロロロ。今どこだって。今ね、宇宙にいますよ。そう、宇宙通信中でー。通信ってこと、地球と。そう、うん、うわーマジ宇宙に行きたいよ。宇宙に行きたい。宇宙行きたい、ほんとにゃ。宇宙、中二病かよ。中三や、惜しいな、ごめん。え、でもし、ちょっと高三、私高三だから。もうすぐ18歳だもん。お、やばいな、18歳や。自分何歳？15。まあ、15？誕生日、いつなん誕生日？7月。やば、まだまだやんな。でも7月、はい、18歳なんてさ、ほんとさ、うん、14の頃なんかめっちゃ、もう絶対な、自分18歳なんかならんやろって思ってた。まだなんか遠い感じするな。なっちゃうよ。お、7月2日教えてくれて。ほな、7月2日な。うん、覚えたくわ。ありがとう。署名会やって、セオリン、どんなポーズするんですか。どんなポーズするの。ピースやろ。ピースピー。こっち、もう先生やめて。じゃあみかんポーズ。みかんか、3かな。あしらポーズはない、無理やな。3。え、でもさ、ねえねえ、あ、でもそっか、もうないか。ご規制がさ、うん、5人ずつやったやん、前まで写メ会とか、うん、5人並んでアシェラーゾーポーズしたらよかったな。あ、確かに。あ、こうだんだんね、やればよかった。確かに。
どっちがももかやってこちらです、ね、こっちがももかですこっちがももかでこっちがしおりです。しおり、こっちがいもか、こっちがいもかそう、こっちがこっちがいもです。ももかだよ。もうしおりさん、おもるんのことさ、なんて呼ぼっかなって最近思ってさ。そうなん、ももるんか、いもか、いもるんか、ももちゃんか、ももか。あのさ、前学校とかにさ、ももかとかももこっていう人がおったけん、その人のことももちゃんって呼びよったんよ。ももちゃん、学校でもたまに呼ばれる。最初はでもももちゃんって呼びそうになった。おー、ももちゃん、いもちゃん、ほら、みんなでも欲しいも、欲しいも、なんなん、欲しいも、おはよう、おはようって長いな。欲しい、欲しいも、よ、しおり、よ、しおり、そう、しおり、よ、みか、しおり、かいい、しおり、しおり、しおりに聞こえる、しおり、しおり、いもに、ものの妹子。歴史に刻んじゃった。なお、なお刻んだ。水た、何したら楽しい、歌ったらいいと思う。ももるんは、なんか歌下手くそなんや。でもふざけて歌うけんやろ。ほんまにやっても下手くそやね。聞いてください、あの制服が邪魔をするの、あのアンが下手くそすぎてため息みたいになっちゃった。あーってまあ、もっと色っぽくしたいのに、ちょっと落ち込んでる人みたいになっちゃったよ。まあってなった。ちょっと私は18歳なんで、ちょっと今遠慮しておきます。そうやな、やるときはセクシーになっちゃう。ちょっと見に来てもらおう。放送事故なんで、ちょっと、あーあってあーあってあ、この前誰やっけ、小島真似しよったよ。モモルのあーの言い方うまかった、やっぱりオンって言おったよく聞いてるね、ウルピー。あ、ウルピーよくよ。モモルはね、うるぴよぴよって。これは言わんとこ遠慮してくれた、虫歯はありますかって。ノーノーです。あったら行きます、すぐに。うん、虫歯はね、ちょっとあつらい、ちゃんと直した方がいいですよ。うん、虫、私前虫歯から菌入ってリンパ、ここのリンパなんちゃらが腫れたんで、皆さん虫歯は早めに治療した方がいいですよ。歯医者に行こう。怖い、うん、はあ、胸キュンセリフ言ってやって。一緒に芋食べよ。やば芋作ってそう。もう製造してるから、自家製。はい、それで食べるやって。ほら、キュン、かわいい芋キャラ。しおりん、いいとか誰もね求めてるよ。そういう、そういうのじゃないから。いい、歯医者へ行こうって虫歯じゃないわいや、高速ベロもやりません。事故です、やったらペロペロ。あご、モモルンって鼻の形いいよね横向いてや、鼻の形いいよね、ちっちゃいし高いし。そんなこと言われた、鼻低いよ。え、じゃあ大きさがいいよ。芋みたいね。芋みたい、鼻が芋みたい。ゴツゴツしてる。なんかでもここの高さが目と一緒やから低いと思うかな。どういうこと、ここが鼻高くて、ここも高くないの、やめなさい今の道や。ピーピー、まだね、15分だよ。15分か、よきよき。何しよっかな。初見です。初見って何、初めて見る人だよ的な。ありがとうございます。めぐみ
しおりん髪バサバサももかは妹子え小野の妹子じゃないやろそれ小野の妹子って男の人小野の妹子ってでもそれも妹子や妹子様やろ妹子さん妹子占いの呼び捨てにしていいんかな妹子ってだって歴史上の人やろ、うん、じゃあ妹子さんは呼び捨てでいいか妹子妹子様大丈夫らしい大丈夫か好きなキャラクターは何やって言っていいんこれって何が好きなん？あの黄色いやつやろ？あの黄色いやつ黄色いクマやろ？そう、黄色いクマ蜂蜜食べる黄色いクマやろ うまくない？勝利例えがうまい、わかりやすいしじゃあこれ何か当てていや、当てたらいかんな言っちゃう言っちゃう危ないあ、いっぱいコメントきてるみんな正解じゃあ皆さんこれ何か当ててください、うん、当てたら正解っていう私の好きなキャラクターね、うん、白くてモフモフしててシナモンみたいに食べ物をかけるシナモンみたいな名前のやつココナタイじゃないわ何やと思う分かったうさぎみたいなあれ犬やと思う犬なになに言ってみてちょっとこれこれこれ言って言ってこれこれ言って言って言って横顔が見たいって絶対正解やったーよかるそうだよココナちゃんじゃないからなココナちゃんじゃないからなココナちゃんも犬やったんか犬っぽいかわいいココナちゃん好きなんか例えるの楽しい、うん、シューリンは髪伸ばさへんの伸ばしません全これまでどこら辺まで伸ばしたモモルンくらいかな今のへえ。あんまでもあんま長くないんやなずっとそこぐらいが限界そうなんやだってさ髪長かったらさ、うんシャンプー倍使わないかんやん確かにちょっともったいないあと髪乾かすときにドライヤー代がいるやん、うんうん、まあだから髪伸ばさんのはある、うん、なんか風量弱くてさ風長さでもさなんか5分とかかかんねん風量家電の量を一番大きくしても乾くのが遅いってことそうやばいなそれはくさーみたいなさーって乾かない外でこうやって振った方が乾くみたいな感じそうそう面白いなんか前髪が眉毛いいね剃ったからで見せてって言われたモモルン指綺麗よねありがとうしかも爪短いこの人めっちゃ腕細いんですよやばくないですかめっちゃ腕細いひぃ、手長いが手臭いどこだなよく画面越しからお分かりで手臭い手臭さ伝わるけどどんだけちょっと待ってここでレイちゃん大好きってどういうことですか いいねいませんよ私水田です岩田です二人合わせてダブルターとかでいいんじゃないダブルター確かに水田岩田岩田ダブルター水田岩とかあやばいイモリンやってイモリンえコジリンと回せてくれたってこと脱世ってきた脱世確かにダサい出してうん確かにどっちがレイちゃんどっちもレイちゃんじゃないですねごめんなさいごめんなさいねイケボやってうんかイケボってイケボイス分からんイケてるボイスやんな多分
最近のことがわからん。イケてるボイス。ほら、なんか声が低いから。イケてるボイス。イケてるボイスやろ。イケボやろって。一緒のタイミングで規制を上げる、ね、なんかさ、うん、最近若者それなとか言うりやん。それなあ、なんかこの前スルとない時ななんか使ってた。それもいいんやけど意味わからんのやって。それなんかそうやねみたいな感じなんやろ。あーねって何分からん。なんかみんな姉って言うよね。そう、あーねって何。それなと姉って言うよね。それなはわかる。それなそれそういうことよなみたいな。それなってあー、ね、あーなるほどねやって。あーねがあーなるほど、ね、あーなるほど、なるほど省いちゃったあーなるとかにしてるからあねーって、あーなるほどねーのねーかよはいって感じ。さっきの正解はキャラクターの。みんな当たってたから。当たってましたよ皆さん言うこっち言えない。オケマル、そう、オケマルとかもよく聞く。オケやん。オケマルって何ですか。風呂に置いてあるやつ。オケ、お風呂のオケですか。オケマル、オケ、あ、こういうことじゃ、オケみたいな。オケマルだよみたいな。こっちゃ遊びに行こう、オケマルみたいな。そうそう、オケ。ほら、あのさ、うん、一応私もさ、愛媛の田舎から出てきた芋だから。そう、ね、芋同士だからちょっと言葉がな。そう ね, ね 芋だから都会語はね、ちょね、そう、都会語はね、大変。うん、芋みかんめっちゃいいけど、二人みかんひざ小僧見せてやって、公園で見てください。そうです、ね、今ももるんが見せようとした。今ズボン履いていいから見えへん。じゃあいくら見せる。一緒にもズボン履いてるわしおりんの顔描く。あれは T シャツのまでしたらいかんよ。ああれはな、うまいもんな。顔見えんよ、そんな。行きましょう。ではちょっとだけ今なんかしょり髪跳ねとんやけど、めっちゃそういうところまで再現するのがももかな。いや今はいい、今のじゃないやろ。今の再現したら似てないもん鼻高くて。今からブログ書いてやってショールームで書いてブログあげるってか。まだももか途中までしかまだ書けてない。見切れてるで。見えとるよ、ここまで。コメントで消えてるんか。にぃ、ももか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 。待って近づけて。ちょっとでもももかに似てる。いや、似てない。向こう似てる。そう言ってくれたら似てる。ゴリラって書いてやん。シュウリはゴリラとは反対やな。ううほううほうほ。ハート書いといた待って、ね、この唇なんですかいいよね。逆やん、これ間違えたやろ。間違えたけどごまかそうとしたやろ。こんな感じ。うん。これ MA1 っていうの？あ、そんな名前じゃないんじゃないの？なんかまあなんちゃらみたいな感じ。マーライオンやって投げキスしてやってはらしなさい
真面目にして。うんま。まあだよ。まあだよ。まだゆきちゃん好きなんですよ。当たり前。当たり前ですよ。ゆきちゃん可愛いですよね。うん、ゆきさんめっちゃ可愛い、本当に。しおりもね、好きやね。もう喋り方が可愛い。でも、何してるんですか。そうなんですかって私たちにも敬語っていう、しかも喋り方がもうでも声のトーンが違う。そう、高いから可愛いんですよね。羨ましい。もう低いトロイでも文化は。本当ユキさん可愛い。ほんまにっていう話。な、耳動かせる？無理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 。動かせるね、文化。やって。やば。いや、ちょっと触らせて。シオリのカツラみたいじゃない？動かして。え？ね、耳動いとる。ね、ここ見てて、ちょっとシオリのカツラみたい。まだまだやな。シオリすごい。どこ動かせる？眉毛じゃないよな。できひん。これやりすぎたら目乾くんやで、ちょっと目薬じゃさ、なんか そう、本当はカツラです抜けるん、これさ、だから触らないで、ちょっとダメか、こう、本当やけん、風とか吹いたらちょっと困るそれ抜いたら、抜けたらどんな髪の毛してるん。秘密、秘密、秘密子秘密子様ずらりん両方しおりやん、ずらりんって。あ、しおりん、ずらりん、しおりんね。本当は21時からあるやん、ケイクさんたちの。そうね、だからモンカも見たいから、それまでには終わりますイエイ、8000人突破してるらしい。やったー告知ブログでできてないのに、すごい、ね、ありがとうございます。9時20分から、だでもショイラは9時まで。そう、9時になったら無事ってなっちゃう。モモルンのショールームは9時まで。しおりんだけでやるときは10時までできる。そう、大人だから。大人じゃない、高校生だから。なんかまあもうすぐ4月から。やばい、卒業できるかな。頑張ろう、お互い頑張ろう。 3年生同士やな。そうなんです。私高校生やけどね。小学3年生小学3年生らしいですよ、この子。すごいですね。小学3最年少更新。ちょっとこの角度漏れとる。いつでも可愛い。スクショタイム。ね、それ後で見たらすごいさ、やらければよかったってなるけど、やめときなさい。今のスクショタイムでしたよ。撮れた。進路はアイドルです。アイドルなの？ここ。進路はここ？うん、じゃあもしさ、うん、アイドルじゃなく。アイドルという職業がもしこの世になかった場合、修理は何に就職してた？え、清掃員。どこ掃除したかった？窓とか？そこら辺のビジネスホテルか、うん、駅の清掃員とか、そんなんでよかった。もうとにかく掃除ができたらいい。掃除好きやな。あの、ほら、人んち、ゴミ、うん、ありやん。便利屋さんみたいな、掃除してくれみたいな。うん、ああいうの？ああいうのやりたい。お掃除した。ももるま？学校の先生になりたい。ええー、国語の先生やってそう、マジで。今先生やってそう。そうですね。ここがポイントですよ。ほら、なんか、古文とか。古文。糸、嬉しい。なんかね、あるよ、糸とベリーは同じ意味ですよ。とても。そう。昔々、竹取の翁というものありけり的な。そう、的な。もうさ、こう。こういう詩めっちゃ覚えさせられますよね、学校で。で、なんか音読みたいな、うんうん、暗唱テストとか。暗唱、そう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 。
糸お菓子って言ったらさ、うん、どういう意味やと思う？習ったけど忘れた。もう古文が嫌すぎて忘れた。趣深いってことよ。趣深いって何やねん。風情があるなみたいな。風情って何？なんか雰囲気いいなみたいな。どう合ってますこれ？間違ってたらすんません。合ってるよ。やった。もう偉いもんな。偉い？偉い。頭いい。だってこの人テストのテストが、いやいやでも70点とか60点で悪いとか言ってるんですよ。いやでも最近もうピンが飛んで、私なんてそんな点数取ったら親に褒められるけんね。70点60点取ったら。いって。でもなんかもう最近なんか授業難しくなってきてさ。何が難しい？授業。授業。カトジツが。そう、みんな受験やし、ももかも受験やしさ、なんか発展ばっかりで難しい難しい。滑舌悪くない？ももるん。ちょっとただいまね、すいません。あはははは、いつものことです。お受験、お受験、悪くない悪くない悪くないよ。3連発できました。よっしゃ、よかった。ほんとさ、取る将棋に今までのテストの最低点0点。どうし寝てたん全部。英語と数学は全部0点。今まで書くけどってこと？書いてた。あのね、ちゃうよ、名前書くやん、出席番号名前みたいな。一問目見るやん、あ、わからんわからん、全部わからんみたいな。いやでもあれよね、それそれは親にバレないように。しおりんのお母さん見てますか？見るかもしれんのや。しおりんのお母さん、いやこれ本当に怒られる。ガチでガチで本当に本当に怒られる。電話かけてきていいですよ。本当に怒られる。見るかもしれん。やばい。ももるんちくってる。しおりんのお母さん、欠点取りまくりで補習してた。欠点って何？赤点みたいな。そう、30点以下。生じる。あ、分かった。今生じが0点取ったって言って、0点なんかどうやったら取れるんやろうって、ここに吹き出し、吹き出し。いや、思ってないでしょ。いや、でも0点か。ちょっと思うやろ。0点どうやったら取れるんだよ。こうなんか記号とかやったらさ、適当に読めてもなんか運よく当たりそうなもんやけどな。うわっ、言うことが偉い。記号すらないんよ。もう、あ、そう、記号すら当たらん。もう悲しいね。そうね、そう、数学は難しい。うん、ああそうやな、数学だな。記号とかないか、あんまり。勝利のバカです。そうです、バカで。キャッチフレーズやってやって。勝利、ももるんの真似できるよ。ももるんのキャッチフレーズの真似いいよ。前レイちゃんたち決めてくれた、はい、すまま、すまま、桃のうちみんなに笑顔を届けます。ももるんバルーン飛んでけ。イエーイ、京都府出身、中学3年生、15歳のママルンこと岩田桃香です。よろしくお願いします。イエーイ。やろってならへん。そんなやってみじゃん、ママルン。自分のすもも、ももももの桃指出しだ。みんなに笑顔を届けます。ママルンバルーン飛んでいけ。イエーイ、ありがとうございます。京都府出身、中学3年生、15歳のももりんこと岩田桃香です。イエーイ、めっちゃ似とったしおり。桃香もできるで。何が？愛媛に送るね。この人しおりのキャッチフレーズ。今私世界に送る。いや、世界、え、え、世
はい、あ、世界に送る愛媛のみかんとしおりがむしゃらに行ったらけんがむしゃらに行ったらけん愛媛県出身高校3年生17歳のしおりこと水田しおりです。ねえ愛媛へ送るって言ってんの。間違う世界へ送る。これは後でちょっとお仕置きですね。ちょっとお仕置きや嬉しがっとる M やけん。いやでも文句ほら何歳って何歳ってうちら聞いてきたし、どこ出身って聞いてきたし、んわざとわざと言ってまずお仕置きやって、お仕置きやってエロチェッカ今見てよってだね。あっち向いた方がいいやろ。いいよ。最初はグーじゃんけん、じゃんけんが見え、最初はグーじゃんけんポン。いや守るやろ。で、あっち向いてほいは勝った人が指1個いってやるのね。オッケー。今ですよね。今なんか負け勝てた。え、あっち向いてほいって勝った人がほいってやるんですよね。そりゃそうだ。最初はグーじゃんけんポン、あっち向いてほい、最初はグーじゃんけんポン、あっち向いてほい。あー間違えた。間違えたさっきので。最初はグーじゃんけんポン、あ、1個でしょ、あっち向いてほい。あ、やった9000人突破らしいですよ。ありがとうございます。9、もう一回やろう。最初はグーじゃんけんポン、あっち向いてほい。最初はじゃんけんポン、あいこでしょ、あっち向いてほい。閉める。よあれしよう、スクショタイム、記念や、一番初めにしおりんとやった回。あ、ちゃんと燃やそげにしとこう。これでもおへそでするってどうだ。この服で昨日やってん、多分リカティかわいいって言ってくれる、やった。ハート、桃、桃だよ。ちょっと嫌そうやん。やじゃないよ、嬉しい。やったちょっと嫌そうやん。そんなことない。やった、アイドルみたいやって、やったアイドルみたいやって初めて言われた。え、そんなアイドルみたいやって、やった。モモルの笑い方のまでできるよ、しおり。いいよ。ほんまに割とき、でも引き笑いや、ももか、たぶん。やったってなる、すずたんみたい。すずたんも引き笑い。ねえ、名前呼ぼうと。いいよ。英語、1個12位からね。残る。あ、そう、このランキングとさ、このランキングって何が違うん？知らんよ。これ見たらいいんか。一緒一緒、これ違うの。でもこのな、1位直屋やけど、こっち被験のよっちゃんさ、何のランキング、誰か分かりますか。このなんかこっちのランキングといっぱい人がおる方のランキングの違い、空
そっちはなんて書いてあるの？そっちは累計。累計って何？今までずっと、じゃあこっち、こっちの人がおらん方がほんまにすごい人？違うか。あ、今までのもん。じゃあ今日のはこっちやね、やっぱり。あー、過去、過去。あー、そういうことか。過去っていうか今まで、今も。今日？じゃあ、13位いきましょう。お、いいって、うん、小林さん。どこ？13、うん、小林さん。かわいいよな、それで。12位の方。いいよ、交互に。ヒロさん、ありがとうございます。ヒロさん、ありがとう。レールさん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位、ゆうきさん。おー、ゆうき。9位、小栗ゆいさん、推し。ありがとうございます。6位、ジェンナロさん、うん、ありがとうございます。5位、なにわが熱いさん、ありがとうございます。熱いなぁ、ほっとほっと。4位がたやたく、くやたかさん。お、くやたかさん、これわしらじょうじゃね、言えてねえし。3位がるるるるる、とも先生さん、ありがとう先生。2位がダイアットちほたんぺペロペ、ペロヘさん、ありがとうございます。そして1位がドク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 ーダン、せーの、ひけんのよっちゃんさん、ありがとうございました。いいね、落ち着くメンバーや。うん、ありがとうございました。1万人目指してほしい。あとちょっとやったな。どうも。7位、飛ばされた。あ、7位、マジごめん、トモさん、トモさん、トモさん、ごめんなさい。トモさん、ごめん、ごめんなさい。8位も飛ばしたって。おっちゃんさん、おっちゃんさん、おっちゃんさん、ありがとう。ごめんよ。危ないな、2人は、ね。危ない。お互い気づいてなかった。まだ15分あるよ。これも、その場でパッて切り替えられ、締められへんから、で徐々に締めていく作戦で。呼んじゃったね、もうね。呼んじゃった。ちょっと おばさん疲れた。ちょっとお水飲むわ。ちょっと水分補給タイム。おばちゃんな。じゃあ最後に向けてコメントでも読もうかな。そうですね。目悪いのやって。モモル目悪い？めっちゃいいらしいですよ。私もめっちゃいい、ね。うん、ええー、やで。みよこのキラキラとした死んだ目。NMB で好きな曲はやって。うん、最近お気に入りはなんやろ。野蛮なソフトクリーム。前、うん、ここは、うん、やっぱそう、研究生の曲処理はあります、うん。でも新曲もめっちゃ好き。うん、踊ってなめっちゃ頭に残る。ダンス難しいんだよね。難しいなぁ。ホコってなる。あ、ロドスも好きやな。あ、でもいいね。うん、膝あざになった？ん？誰？肘で？ガーって。あざになった。ガーって。顔が落としよったら、うん、ドアに挟まった。自分で開けたのにドア。意味がわからないね、ちょっとね。肘が挟まった。バータリゴー好きやって。あー、わかる。イエーイイエーイイエーイがね。いいね。そう。処理そのイエーイイエーイイエーイって言えるよったらね、うん、衣装破けた。どんだけイエーイイエーイしたい。それで3着破いた衣装。3? 多いな。で、衣装さんごめんなさいって感じ。ほんとに3つも修理や。見えんとこが避けたけんね。うん、セーフセーフセーフ。アーヤン元気やって。アーヤンは元気しないんですか？うん、合ってないな。すごいね、長いね、すごいね。地元のいいところ言って。寺がいっぱいあるところ。え、あるん？京都いっぱいあるよ。へえ。あとな、
寺があるのと、あとなんか都会に出たらいろんな店もあるけど、うん、へえ、そうなの？ちょっと田舎に来たら、うん、森とか竹とか。いいね、竹いいね、竹いい、竹大好き、竹やぶみたいなところ楽しい。だから一日中座っとける。うん、マジで。嵐山あるん、東京都。うん、名前しか知らん。渡月橋とかある。なもんかさ、紅玉の畑できんね、うん、見てて。どう、うん、すごいと思う。笑い方やろ。別に速くないやって。勝利の高速ベルの方がすごいけど。でも今やったらやだ、やばいよね、多分怒られちゃうから。怒られちゃうから。じゃあその会にもかんのまばたけちゃう。1万人超えた。やったね、ありがとうございます。やったー、ピヨ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 。普通やって、ほら。まばたき普通。このはよく、うん、5期生の密着とかのニコニコ動画とかを見てても、8888ってさ、みんなさ、なんなん、皆さん888って888ってさ押してるじゃないですか。8って、あ、パチパチ、あ、なる、えー、すごい、あ、拍手してくれてるのね。なるほどね、拍手、うん、すごいね。すごいね、学んだね、今日いいね、学んだね。今最近の若者言葉からね、あー、ね、ネットとかネットの言葉までね、学んだから、今日はみんな偉くなって帰った。いい、ね、風邪ひくなよって。皆さんもですよ、うん、暖かくしてね。最近寒いけん、やっぱ爪折れた。あったかく。爪折れ。ピーハーイって返事してくれてる。二人でウィンクして、最後にじゃあ、最後はウィンクして終わろうね。うん。最後。いや、やめとこう。ちょっとやめとこう。え？37度も熱がある人がいるの。大丈夫か、見て。お大事に。見てる前に寝ましょう。寝よう。それは。お、愛媛住み、やった。おー、しおりんと同じね。ももるん、はい、いもるん、はーい、誰のことかな。おい、ももか、はい。ちょっと下の名前で呼ばれてキュンってした。ももか、なんですか。前の前にも学校にもおった、ももこちゃん、うん、ももかちゃん、両方た、ももこも、両方っていうか、まあ、いろいろですね、はい。なるほど。化粧してるよ。この見て、ほら、アイライナーで目をでっかく見せてるんですよ。ちっちゃいから。ちょっとももかって呼ばれるの嬉しい。で、ちょっとなんか緊張する。なんでやねん、なんでやねん、アイドルモテに落ち着け。あやあや、今あやはいません。あやん、元気にしてるか。おおーい。じゃない、いい、めっちゃ爪割れね。これ表してみ、なんかこう爪があったらこうなってる。え、もう爪がこうあったらはここぐらいまでえぐれてますよ、爪が。どうしたら、いや、もう見れやれへん、そんな見れへん。え、やばい、ホラーですね。でホラー映画好き。うん、サスペンスとか
人と見るんやったら大丈夫。でも一人では見れへん。マジか。じゃあ怖いのじゃなくてサスペンス、グロい系の。ココナタンを食べる会、次の予定は？次の予定は、まあ、もう本当やりたいんですけどね、なかなか3人の予定が合わないっていうね。かりんちゃんにも聞いたんやけどな、うん、早くしたいってうずうずしてた。やりたい。その時なんかもコメントしまくるわ。ココナタン、ココナタンがこのショールーム見てるって。うそー、ココナン、ココナタン、ココナタン、コメントコメントはいいけど、ココナタン、ココナタンが見てる。ちょっと可愛くしなきゃ。あ、いいでしょ。ココナタン、ココナタン見てるの？俺の557。俺の557。そんなことすら言ってないやん。初めにさ、ココナとさ、コンビ組んだの誰やと思ってんの？モモカ。名前はコンビ名？モコッコン。知らない、聞いたことない。リード。いや絶対ココナと一番最初に仲良くなったん。ホテル一番最初に相部屋になったんだれ。この前ね、ココナタンと相部屋やった。そう、それだけ。ココナタンのいろんな写真撮ってニヤニヤしようと、うん、俺のモモカやって。俺のモモカいいね。俺のモモカ表もないくせにちょっとあまり思ってないかも。俺の水田思ってなくせに。誰かの水田モモカの水田。ちょっとちょっとちょっと、うん、勝利変われやってそうですね。私も今日寒すぎん。寒いな。ほんと寒いね。寒い。でもカイロ今年まだ買ってないから寒いだよね。そう、こたつ、こたつじゃない、こたつ買ってないじゃないわ。カイロない。そうな、春タイプかさ、持つタイプ、どっち派？持つタイプ派、両方ですね。あ、そうそう、確かに。背中に貼って、お腹に貼って、持つ。そう。おもろん好きだよ、だって。よかったね。ありがとう。なんか夜ご飯食べた？さっきやる前に食べた、うん、ご飯は。おにぎり食べたわ。ほらもう最後なんだから。モモロ妹にしたいやって。妹。芋だけに妹にしたい。おお、うまいことかけたな。ちょっと口映ってないってモモロ。上に行こう。ももこ、言いたいことがあるんだよ。やっぱりももかは可愛いよって書いてあったよ。っしゃー言いたいことがあるんだよ。やっぱり勝利が好きだ。好きだ。勝利ついでに好きだよって。顔切れてるって。青森から見てるよって。青森か遠いな。リンゴちょうだいや。めっちゃ遠いねこっからな。ほんまに。どっちやろ、どっちが北やろ。え、福岡とか愛知、いろんな県の人見とんかね、これってかな。やべ、宇宙から見とるってすげー。ほんまに宇宙。今宇宙どんな感じ？島根島根やろ。関ヶ原からね。すげー、これはすごい。全国の人が見てるの？
これって嬉しいな。そうなんですか。わあ、鹿児島、千葉やって、仙台、広島、すごいすごい、天国、極楽浄土から見てるかもしれん。そう、みんなどんどん県名前書き出すな。お前や、江戸とか、モルの隣から見てる、隣の部屋にいるよやって。ちょっと怖い、ちょっと怖い、ちょっとそわっとしたよ。あー、これ向ける、やめんかい、めっちゃ分厚くないこれ、やめんかい、と指の爪が折れたんです、めっちゃ分厚いんです、やばくないこれ、痛そう、めっちゃ折れた方の指は大丈夫な、爪折れたんです、ほら爪折れたんです。これ見せたらいかん、見せたらいかん。やば、爪がこう、小指の爪があったらもうこんぐらいまで爪がないんですけど、どうしましょう、やばいですね、そこを貼らなな、あと3分？え、もうそんな57分今。もう56分だ、もうすぐだね。じゃあ何したら面白い？怖いこと言わないでください。後ろに立ってるとか。怖い、怖い系はダメ。ねえ、苦い？顔ちゃんと写して。うん。首から上が全然写ってない。はい。なんかエクボの数がキモくなってきた。何個あるんエクボ？これさ、ここだけやんな。でもわざとここにおに切る。これはね、最後に順位有形やけんね、もう一回言った方がいいか、一番59分ぐらいに。59分で間に合わへんて、じゃあね、さあ、順番変わってるけどあんまり人変わってないよね、5位から順位いきます、じゃじゃん、5位、せーの、ジェンナロさん、ありがとうございます、4位の方、せーの、クヤタカさん、あちらどう、3位がトモアット先生さん、先生教えてくれ勉強、4、3、え、次何や、2、第3、ありがとうございます、ありがとう、第3、1位が、え、第3、あ、そっかそっか、地方ったんさ、1位が、ドゥル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 ドン、被験のよっちゃんさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、こんな1万1000人ぐらいの方がね、うれしい、見てくれてね、ありがとうございます、ありがとうです、また今度はももるんが一人とかでやるんじゃない、ショールームやるの、またやる、どう、でも人とやるの楽しい、59分だから、まや、またありがとうございました、ゆっくり寝てく、あ、でも先輩のやつも見て寝てください、ゆっくり寝ましょう、私も見ます、はい、じゃあおやすみ、おやすみなさい、ありがとうございました、バイバイ、バイバーイ、勝利のバカです、そうです、バカでキャッチフレーズやってやって、勝利ももるんの真似できるよ、ももるんのキャッチフレーズの真似、いいよ、前レイちゃんやった時もやってくれた、すまままままま、桃のうち、みんなに笑顔を届けます、ももるんバルーン飛んでけ、イエーイ、京都府出身、中学3年生、15歳の
ママルンこと岩田桃花です。よろしくお願いします。イエーイ。やろってならへん。そんなやってみじゃん、ママルン。自分のすもももも桃のうちみんなに笑顔届けます。桃ルンバルーン飛んでいけ。イエーイ。ありがとうございます。京都府出身中学3年生15歳のモモリンこと岩田桃花です。イエーイ。めっちゃ似とったしぶり。モカもできるで。何が愛媛に送るね。この人勝利のキャッチフレーズ今私の。世界に送る。いや世界え世界え世界に送る愛媛のみかんとしおり、がむしゃらに行ったらけん。がむしゃらに行ったらけん。愛媛県出身。高校3年生17歳のしおりこと、水田しおりです。ねえ。愛媛へ送るって言ったよ。間違え。世界へ送る。これは、あとでちょっと、お仕置きで。ちょっと。お仕置きだ。嬉しがっとる、M やけん。いやでも文句ほら何歳って何歳ってうっすら聞いてきたし、どこ出身って聞いてきたし、んわざとわざと YouTube でお仕置きやって、お仕置きやってエロチェッカ今見てる予定だね。あっち向いた方やろ。いいよ。最初はグーじゃんけん、じゃんけんが見え、最初はグーじゃんけんぽん。いや、桃るんやろ。で、あっち向いてほいは買った人が指一個ってやるのね。オッケー。ですよね。今なんか負け買ってた。え、あっち向いてほいって買った人がほいってやるんですよね。ほら、そうだ。最初はグーじゃんけんぽん。あっち向いてほい。最初はグーじゃんけんぽん。あっちああ間違えた間違えたさっきので。最初はグーじゃんけんぽん、一個でしょ。あっち向いてはい。あ、やった、9000人突破です。やったー、ありがとうございます。9、もう一回やろう。最初はグーでしょ、はい、あいこでしょ、あいじめて、はい、最初はじゃんけんぽん、あいこでしょ、あいじめて、はい、おいの前在職の岩田何しようね。あっち向いてほい。誰がしようって言ったん、ほんと。コメント。ねえ、もう38分だからそろ、そろね。ほんとや、閉める。よありしよう、スクショタイム。記念や、一番初めにしおりんとやった回。あ、ちゃんと萌え袖にしとこ。これでも萌え袖するってどういうこと。この服で昨日やってん、多分リカちゃん可愛いって言ってくれる、やった。ハート、桃、桃だよ。ちょっと嫌そうやん。嫌じゃないよ、嬉しい。やったー、ちょっと嫌そうやん。そんなことないやった、アイドルみたいやって、やったアイドルみたいやって初めて言われた。え、そんなアイドルみたいやって、やった。ももるんの笑い方のまでできるよ、しおり。いいよ。ほんまに笑いたっけ。でも引き笑いや、ももか、たぶん。
やってね、すずたんみたいな、すずたんも引き笑い、ね、名前呼ぼうと、いいよ、英語いいよ、一個12位からね、残る、あそう、このランキングとさ、このランキングって何が違うん、知らんよ。これ見たらいいんか、一緒これ違うの、でもこのな1位直哉やけど、こっち被験のよっちゃんさ、何のランキング、誰か分かりますか、このなんかこっちのランキングといっぱい人がおる方のランキングの違い、そっちはなんて書いてあるの、そっちは累計、累計って何、今までずっと、え、じゃあこっち、え、こっちの人がおらん方がほんまにすごい人、違うか、あ、今までのもん、じゃけん今日のはこっちやね、やっぱり、あー、過去、過去、あー、そういうことか、過去っていうか、今まで、今も今日、じゃあ、13位いきましょう、お、いいって、うん、小林さん、どこ、13、うん、小林さん、かわいいよな、それで12位の方、いいよ、交互に、ヒロさん、ありがとうございます、ヒロさん、ありがとう、レールさん、ありがとうございます、ありがとうございます、10位、ゆうきさん、おお、ゆうき、9位、小栗ゆいさん、推し、ありがとうございます、6位、ジェンナロさん、うん、ありがとうございます、5位、久しぶり、なにわが熱いさん、ありがとうございます、熱いなぁ、ほっとほっと、4位がたやたく、くやたかさん、お、くやたかさん、これわしらじょうじゃね、言えてねえし、3位がるるるるる、とも先生さん、ありがとう先生、2位がダイアットちほたんぺペロペペロヘさん、ありがとうございます、そして1位がドク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 ーダン、せーの、ひけんのよっちゃんさん、ありがとうございました、いいね、落ち着くメンバーや、うん、ありがとうございました、してほしい、あとちょっとやったな、どうも、7位飛ばされた、あ、7位、ごめん、トモさん、トモさん、トモさん、ごめんなさい、トモさん、ごめん、ごめんなさい、8位も飛ばしたって、おっちゃんさん、おっちゃんさん、ごめんよ、危ないな、2人が、ね、危ない、あかん、ね、お互い気づいてなかった、まだ15分あるよ、これもその場でパッて切り替えられ、締められへんから、で徐々に締めていく作戦で、呼んじゃったね、もうね、呼んじゃった、ちょっと おばさん疲れた、ちょっとお水飲む、ちょっと水分補給タイム、じゃあ最後に向けてコメントでも読もうかな、そうですね、目悪いのやって、モモル目悪い、めっちゃいいらしいですよ、私もめっちゃいい、うん、やで、みよこのキラキラとした死んだ目NMB で好きな曲はやって、うん、最近お気に入りは何やろ、野蛮なソフトクリーム、うん、前ここは、うん、やっぱそう、研究生の曲処理はあります、うん、でも新曲もめっちゃ好き、うん、踊ってめっちゃ頭に残るダンス難しいんだよね、難しいなぁ、ホコってなる、あ、ロドスも好きやな、あ、でもいいね、膝あざになった、ん、誰、肘でガーってあざになった、ガーって顔が落としよったら、うん、ドアに挟まった、自分で開けたのにドア意味がわからんね、ちょっとね、肘が挟まった、バータリゴー好きやって、あー、わかる、このイエーイエーイエーイがね、いいね、そう、それ、そのイエイエイエイって言えるよったらね、うん、衣装破けた、どんだけイエイエイしたん、それで3着破いた衣装、3? 3? え
多いな。で、石尾さんごめんなさいって感じ、ほんとに。3つも修理や。見えんとこが避けたけんね。うん、セーフセーフセーフ。アーヤン元気やって、アーヤンは元気じゃないんですか。うん、合ってないな。すごいね、長いね、すごいね。地元のいいところ言って。寺がいっぱいあるところ。え、あるん、京都いっぱいあるよ。へえ。あとな、寺があるのと、あとなんか都会に出たらいろんな店もあるけど、うん、へえ、そうなの。ちょっと田舎に来たら、うん、森とか竹とかいいね。竹いいね、竹、竹いい、竹大好き。竹やぶみたいなところ楽しい。だから一日中座っとける。うん、マジで。嵐山あるん、東京都。うん、山しか知らん。渡月橋とかある。なもんかさ、紅玉の畑できんね、見てて。どう、すごいと思う。笑い方やろ。別に速くないやって。少林の高速ベルの方がすごいけ。でも今やったらやだ、やばいよね、多分。怒られちゃうかな。怒られちゃうか。じゃあその会にもかんの、まばたきで。1万人超えた。やったね、ありがとうございます。やったー、ピヨ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 。普通やって、ほら。まばたき普通。このは、よく、うん、ご期生の密着とかのニコニコ動画とかを見てても、8888ってさ、みんなさ、なんなん、皆さん888って、888ってさ、押してるじゃないですか。8って、あ、パチパチ、あ、なるほど。すごい。あ、拍手してくれてるのね。なるほどね。拍手。うん。すごいね。すごいね。学んだね。今日。いいね。学んだね。今最近の若者言葉からね。ああ、ね。ネットとか。ネットの言葉までね、学んだから。今日は、みんな、偉くなって帰った。風邪ひくなよって。皆さんもですよ。うん、暖かくしてね。最近寒いけん、やっぱ爪折れた。暖かく、爪折れピーハーイって返事してくれてる。二人でウィンクして最後に、じゃあ最後はウィンクして終わろうね。うん、最後。いや、やめとこう、ちょっとやめとこう。ええー、37度も熱がある人がいるの。大丈夫か、見て、お大事に。見てる前に寝ましょう。寝よう寝よう。それは。お、愛媛住み、やった。おー、しおりんと同じね。ももるん、はーい。いもるん、はーい。誰のことかな。おい、ももか。はい。ちょっと下の名前で呼ばれてキュンってした。ももかー、なんですか。前の前にも学校にもおった。ももこちゃん、うん、ももかちゃん、両方おった。ももこも、両方っていうか、まあいろいろですね。はい、なるほど。化粧してるよ、この見ておら。アイライナーで目をでっかく見せてるんですよ。ちっちゃいから。ちょっとももかって呼ばれるの嬉しい。なんで？ちょっとなんかキュンってする。なんでやねん、なんでやねん。アイドルモデルちょっと。あやあや、今あやはいません。あやん
元気にしてるか、おーい。おーい。これは大事故じゃない？みなさんこんばんは、ももりゅんだよ。しおりんおるってもうバレたで。しおりんですよ。私の携帯がポンコツやからしおりんが貸してくれました。前座ガールズ行ってきました。道理でがきつい。本当ですよね。本当や。しかもこの前みたいに縦向いてないよね多分。うん、ちゃんとまっすぐですよね。すごい。ほらこのメイクさんにやってもらったアイライナーも綺麗に見えてる。いつもどんな感じですよ。いつもこうなんかのほほんってモモルンっぽいねですかね。疲れ様、ありがとうございます。そう、この服島村それ。いや、これはハニーズっていうところで買いました。島村かと思った。進歩進歩です。この横向きのこの今日はこの前ももるんこの縦縞に中のトップスは横縞だったんですよ。だからもうすごい感じだった。チェックになってたんですけど今日はちゃんと着てきましたから大丈夫です。はじめまして。プチモモルン情報がね。すずちゃん歌ってる？なんかも聞きたい。聞きたいな。今日はな、何するしおりん。何する？どうする？何しようかも。なんか邪魔物が入ってきてる。芋推しだよ。だってありがとう。誰のことかな。芋って誰が呼び出したん？誰？誰だろう。そこなこれあれ、しおりん、しおりんかな。もう覚えてないわ。しおりんか。最初質問、質問ありますか？急に。好きな教科何ですか、しおりん。好きな教科は私は社会です。おー、好き。社会違う。社会は好きやけど覚えるの難しい。何が好きな教科？国語ぽいぽいですよね。めっちゃ国語っぽくないですか。ほんまに。化粧してるって聞かれてんです。誰？ファンの方に。前座終わりなんで一応してます。ちょっとこれなんか出してってか伝わらんの。ちょっとすっぴん感半端ないよね。アイライナー、アイライナー、アイライナー。モモルはなんでそんなに可愛いの？だって可愛くねえよ。変なこと聞きやがって。お前の方が可愛いよ。誰によ。そう言ってくれてるらしいですよ。どう？惚れた？釣りますね、ももるんの。この前聞いてリカっていうな、釣ってくださいって言われたらな、ほんまに釣ってた。こうやってしょりこうやって釣りよるよ。巻いてるか引いてる。ももるんの握手もうこう来たらもう こんなんですよ。本当にこんなのこんなのですから行った方がいいですよ。で楽しいからつい。好きなお寺はやってあるの？好きなお寺、お寺っていうか今行きたい寺は清水寺。清水テンプル、テンプル、そう、清水テンプル。合ってる？合ってる。テンプル英語で習った。習った。いいね。あとはモモルンと西宝寺。西宝寺ってどこ？苔寺っていう苔が綺麗な寺。え、行きたい。めっちゃ綺麗なのよ。苔は行きたい。でもなんか多分予約制みたいな高級な寺やね。ちょっと
どこが決まっちゃった。ただじゃない。ね、ももるんとしおりんはどのくらい仲がいいのやって、ちょっとこくらいかな、うそ、大好き笑ってないよ、顔が。いや、でもいい、仲いいよな。仲いいか、かな、いい仲も よく話すよね、うん、おい、ゴーゴーセブンと勝利どっちが好きって言い張るよ。比べるもんじゃないな。お、優しい。ほら、モモルの良さが出てますよ、本当に。ニュニュ、兵庫来たことあるやん。それ思うかも、今思ってた。さすが兵庫ね。神戸あるとこやろ。兵庫ってモモルンの出身違うわ。誰やっけ。あやんか。うん、そう、だからある、見たことあるんや。あの、え、神戸ワールドちゃう。うん、あ、ほんとやん。いやーね、もういやーね、あるわ、行ったこと。美白したやって、え、白く見える。でもチューリンと並んだら茶色やな。でも一緒じゃない、多分画面で見たら一緒やん。一緒やない、色。あ、ちょっと違う結構違う。白くは見えない、うん、正論やな。好きなおにぎりの具は、ココナタンとか言うんやろ。梅だってココナは食べたらあかんか。まだ食べたらいかんと。まだまだ一度、ま、食べたらいかん。食べる、うん、かは鮭、あとツナマヨ、うん、おいしい魚系ね。うん、魚、さっきもおにぎり食べよったよね。そう、何食べた。さっきはな、なんかマヨ、あれ、マヨネーズ、マヨネーズご飯食べたん。マヨネーズとなんか、なんかね。え、てか地味にさ、モモルンズショールームやったことないよね。初めてやんな。うわ、嬉しい。いいね、ほんまに持ってんの。ちょっと持ったって。やったね、愛媛県出身がいるよ。二人のコンビは愛媛、いいね。え、まだ何もないね。てか、うん、そんな考えたこともなかった。なかった。そうやな、うん。また考えよう。また考えよう。面白そう、考えたら。それでは突然ですが、お絵かきしたいと思います。え、やろうぜ、イエーイ。お絵かきやって。お絵かき。しおりん、絵うまいから。あ、じゃあじゃあさ、なんか勝負しようや。どっちが、うん、あ、あれやん。これ投票があるけんさ。あ、そうや。どっちがうまいか。絵描いてどっちがうまいかちょっと決め。いや、でもちょっとこれ、もうこの推しの方がいっぱいいるから、ちょっと。いや、ここはなんちゃら原始園になる審査みたいな感じで。原始園で。しおりんファン。何か書いてほしいやつ。しおりんファン。ん？うん。ウーパールーパー。せーの。知らん、知らん。ウーパールーパー知ってるけど知らん。ウーパールーパーを絵に表すことつながんなかった。え、何そんなんじゃ。やばい、キモい。ねえ、想像と違うんやけど。かけたよ、でも。なんか名前書いたか。はい、できたよ。岩崎由美。結構な気持ち悪い。じゃあ、さっきももるん。じゃあ、しおりん。じゃあ、私の書いたウーパールーパー。面白い。はい、ももるんは。はい。ウーパールーパー。ウーパールーパー。ウーパールーパー。ちょっと似てる。
これはあかんよ。ライオンやん、やって。確かに。2人ともライオンか。ここに左だが。あるよね。あ、ちょっと待ってくれ。あるよね、なんか。投票やってみよう。これはあかんよ。もっとクオリティの高いものにしよう。あ、そうやな。どっちも下手くせよ。なんか、指からさ、めっちゃモモルンの匂いします。臭いかも。モモルンのペンやけんかな。そのペンも。めっちゃモモルンの匂いする。あの匂いがするペンって何？やば。匂ってください、ちょっと。はい。じゃあ何かけ次。くっさやって。くっさやと。何がいい次。クジラ。ちょっとハードル高いな、すごい。クジラいいやん。クジラうまくかける自信ある。もうこんな感じやな。こんな感じやな。かけたぞ。めちゃめちゃちょっと青かして、ちょっと青かして。やっば。え、似てないでも二人描くやつ。ちょっと目の感じが似てるんかな。いいね。じゃあ、シオリンから。クジラ。かわいい。モモルンはこれ、クジラ。ロッキーが一緒や。似とるやって、おいいじゃん。似とる、やったー。かわいい、かわいいやって。ありがとう。マンボウみたい。まあまあ、画伯やな。何書くで、次。いい戦いになりそうな、なんか。なんかもっとなんかさ、あや、なんかない。なんかない。素晴らしい。素晴らしい。あ、そうや。いや、ね、イモルンじゃん。うん。あ、でもな、イモルン。アシュラゾーは描けるん？あんまり練習したことないな。でも描ける。ちょっとアシュラゾー描いてさ、うん、投票にしよう。出てるん？これで戦いしたらいい。うん。で、文字はどこ？あ、違うよ。バツバツ。出てやるのこれ。あ、やって番号か。うん。ちょっとでもあんまなんか。今からアシュラ像描きます。描きます。なんかちょっと真剣に時間かけて描きたいな。アシュラ像。ちょっとね、時間かけてるからちょっと待っててな。その間になんか無理か。ちっちゃい座っとるイメージ、アシュラゾウ。アホや。なんかこんな、こんな、待って、こんな難しい。え、シオリもうかけたよ。ちょめちゃ発見ポーハゲた。え、シオリもうかけた。すげえな、いいね。え、かけたよ。じゃあ、しおりんから。いやだ、投票するでしょ。うん。あ、じゃあ、しおりんの横にっていうかいて、ね、はい、できましたよ、アシュラ像。いいっせ、あ、待って待って。で、これでこうして。あ、そう、はい、はい。私の1は水田。2はももか。アシュラゾウ。やばい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 。めっちゃ匂い。やった。いやでも1もおるよ。いやでもな、数がおかしいもん。え、これ普通何個なん？え、顔が3つ、腕6本よ。そもそもそれを知らん、私は。しかも立ってるし。やばいやばいやばい、めっちゃ匂い。ほんまや。ちょっと待って、どのタイミングで終わればいいの？これあと3秒とか言って。あと20秒いいよ。20 19 18 30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 
九、八、七、六、五、四、三、
3、2、1、終わりー。やっべー、やったー。え、ちょっと 74.5 対 25.5 ですよ。勝ったー。よっしゃ、負けた。このアシュラ像かわいいけどな。その方を聞いて、顔が3個なんか手が6本知りません。勉強不足は。すごいわ、やっぱアシュラ像の愛がすごいわ、モモロは。いい、いいね。食べ物系はないですか？なんか食べ物系。食べ物系なら知ってる気する。食べ物系、食べ物系あります。みかん。みかんとか超絶簡単やん。オレンジあるよ。青で描く、黒で描く。みかん描きますね、今から。みかん、レッツゴー。レッツゴーなん？レッツライティン。そうなん、わからん。え、みかんうまいっつったよ。何を隠そう、私は愛媛県出身だ。いや、愛媛はみかんの国やけど、愛はまき、あなたのショールームでしょ。ほら8時だけど大丈夫って。私15歳から9時まで。そうです、大丈夫。もうちょっと皆さん見ていけますか？最弱の岩田。じゃあさ、変顔で、いいよ。ちょっとこれは横からじゃないとね。いや、アイドルだから。そんなモールだけ前向くか。おお。いいよ、こっち向く。じゃあもう一回最後のにらめっこ、せーの、に、その前に見えてないよね。笑ってます。笑ってる、やった。にらめっこ3連勝。負けたね。その顔ね。私ちょっとにらめっこ強いかもしれません。ずっとこの顔してるだけで笑われた、ももるに。近い画面越しだったら余裕。そう、直接見たらなんか勝利。いや、これはちょっと一回やりに、お互いちょっとね、いいですね。握手会とかでやりまっこ、やりまっこにらめっこやりましょう。やりましょうが混じった。やりましょう、にらめっこやってみましょう。ちょっと私に勝てる人はいない、にらめっこで。じゃあ5期生全員としてくるわ、後で。あ、いいよ。おらんけど。もうおらん。これ外したら髪長いみたい。髪長い。耳かけ、うん、伸びたよね。鼻がひくひくて。やば。ゲラある。ゲラゲラしちゃう。今モモルおしゃましよる。あ、レアだ、レアだ。めっちゃ笑いよる。モモルが先見れましたよ。もう大丈夫。あ、ガーガー T シャツや。ちょっと見せたい。これめっちゃ可愛い。ガーガー。1ガーガー、2ガーガー、3ガーガー、4ガーガーガー。そういう服どこで見てるん？パソコン？ネット。まあ、ネットだから。ネットとか言いつつサイト名言うのがちょっとめんどくさい。調べてガーガーガーで。こいつがどうなってもいいのか。ううバター。違うわ、なんす違う。やめてやって、よかったね、止めてくれる人。やった、ありがとう、助けてくれて。ももる見切れとるって。コメント側に寄っちゃう。あ、なるほど、チューリン賢い。うん、
島村ネットで買ってるやって。島村お店に行ってる。眉毛この前な、綺麗にしてもらったよ、メイクさんに。眉毛リカティにボサボサって言った。でもちょ、うん、そうやな。でもさ、ここ入らんかったら多分眉毛ボサボサのまんまやろ、ね、うん、一生剃ってなかった。それが今やねん、本当に。そんなことないよな、眉毛なんて。大変やった今。そんなことないよな。こう見てくれてる女の子。いいよ、ボサボサでも芋っぽくて可愛い。太い、濃い。そんなことないよ。ルンティーでも見切れてたって思うか。一生そらへんのやって。どうする、顔ごと眉毛になるかも。全部毛。この辺も眉毛に。どんどん顔近くなっていくよね、顔面に。そう、寄っちゃう、寄っちゃう、ね、チンパンジーやんやって。ウホゴリラのモノマネやってみ。うんふん、まだまだやな。シオリンのその顔上手やな。ゴリラ得意なんですよ、私。ゴリラ、ゴリラ得意。そういえばさ、うん、次の大阪の握手会でさ、ご帰省レーン最後よな。そうやな、ご帰省レーン楽しかったな。ね、行くよやって。ほんまに、ご帰省最高やって。ありがとうございます。楽しかった。なんか他の、うん、このファンの人も来てくれてね。ほんとご帰省レーンずっとやりたかった。ご帰省レーンね、だってそれは特別になっちゃう。でもなんかあれね、ちょっと目が回るよね、ちょっと10人とそうよ、ちょやちょって来てくれてる人も大変やな、ね、見切れてるよ。ロロロロロ、今どこだって。今ね、宇宙にいますよ。宇宙通信中でー。通信どこと、地球と。そう、うん、うわー、マジ宇宙に行きたいよ。宇宙に行きたい。宇宙行きたい、ほんとにゃ。宇宙、中二病かよ。中3や、惜しいな、ごめん。え、でもし、ちょっと高3、高3、私高3だからせ、もうすぐ18歳だもん。お、やばいな、18歳や。自分何歳？15。まあ15、誕生日、いつなん誕生日。10月。やば、まだまだやんな。でも7月、はい、18歳なんてさ、ほんとさ、うん、14の頃なんかめっちゃ、もう絶対な、自分18歳なんかならんやろって思ってた。まだなんか遠い感じするな。なっちゃうよ。お、7月2日教えてくれて。ほうな、7月2日な。うん、覚えとくわ、ありがとう。署名会やって、セオリンどんなポーズするんですか。どんなポーズするの。ピースやろ。ピースピース。シーフィン、重せん。じゃあみかんポーズ。みかんか3かな。アシュラポーズはない、無理やな。3。え、でもさ、ねえねえ、あ、でもそっか、もうないか。ご規制がさ、うん、5人ずつやったやん、前まで写メ会とか、うん、5人並んでアシュラとポーズしたらよかったのに。あ、確かに。あ、こうだんだんね、やればよかった。確かに。どっちがモモカやって。こちらです。こっちがモモカです。こっちがモモカで、こっちがしおりです。しおり、こっちがイモカ、こっちがイモカ。そう、こっちがイモです。モモカだよ。おしおりさん、おもるんのことさ、うん、
なんて呼ぼっかなって最近思ってさ。そうなん？ももるんか、いもか、いもるんか、ももちゃんか、ももか。あのさ、前学校とかにさ、ももかとかももこっていう人がおったけん、その人のことももちゃんって呼びよったんよ。ももちゃん学校でもたまに呼ばれる。最初はでもももちゃんって呼びそうになった。おー、ももちゃん、いもちゃん、ほらみんなでも欲しいも、欲しいも、なんだ、欲しいも、おはようって、おはようって長いな。欲しい、欲しいも、よしおり、よしおり、そう、しおり、よみか、しおりがいい、しおり、しおり、しおりに聞こえる、しおり、しおり、いもに、おのの妹子。ちょっと歴史に刻んじゃった。なお、なお刻んだ水田。しかも何したら楽しい、歌ったらいいと思う。ももるんは、うん、歌下手くそなんや。俺もふざけて歌うけんやろ。ほんまにやっても下手くそやね。聞いてください、あの制服が邪魔をするの、うん、あのアンが下手くそすぎてため息みたいになっちゃった。あーってまあ、もっと色っぽくしたいのにちょっと落ち込んでる人みたいになっちゃったよ、うん、まあってなった。ちょっと私は18歳なんで、ちょっと 今演じしておきます。そうやな、やるときは劇場で見に来てもらおう。放送事故なんで、ちょっとああってああってこの前誰やっけ、うん、小島真似しよったよ。モモルのああの言い方うまかった、やっぱりオンって言おったよく聞いてるね、ウルピー。あ、ウルピーよくよ。モモルはね、うりぴよぴよって。これは言わんとこ遠慮してくれた、うん、虫歯はありますかって。ノーノーです。あったら行きます、すぐに。うん、虫歯はね、ちょっとあつらちゃんと直した方がいいですよ。うん、虫、私前虫歯から菌入ってリンパ、ここのリンパなんちゃらが腫れたんで、うん、皆さん虫歯は早めに治療した方がいいですよ。歯医者に行こう。怖い。うん、はあ、胸キュンセリフ言ってやって。一緒に芋食べよ。やば。芋作ってそう。もう製造してるから、自家製。はい、そうね、食べるやって。ほら、キュン、かわいい芋キャラ。しおりん、いいとか誰もね求めてるよ。そういうのじゃないから、いい。歯医者へ行こうって虫歯じゃないわ。いや、高速ベロもやりません。事故です、やったらペロペロ。うん、顎。モモルンって鼻の形いいよね。いや、横向いてや。鼻の形いいよね、ちっちゃいし、高いし。そんなこと言われた、鼻低いよ。え、じゃあ大きさがいいよ。芋みたいね。芋みたい、鼻が芋みたい。ゴツゴツしてる。みたいも、ここの高さが目と一緒やから低いと思うかな。どういうこと？ここが鼻高くて、ここも高くないの？やめなさい。今の道や。ピーピー。まだね、15分だよ。15分か。よきよき。何しよっかな。初見です。初見って何？初めて見る人だよ的な。ありがとうございます。めぐみ。しおり髪バサバサ。ももかは？いもこ。え？おののいもこじゃないやろそれ。おののいもこって男の人。おののいもこって。でもそれもひみこや、ひみこ様やろ。ひみこ様、
ひみこ占いの呼び捨てにしていいんかな、ひみこって。だって歴史上の人やろ、うん、じゃあひみこさんは呼び捨てでいいか、ひみこ。ひみこ様大丈夫らしい。大丈夫か。好きなキャラクターは何やって、言っていいんこれって。何が好きなん？あの黄色いやつやろ？あの黄色いやつ。黄色いクマやろ？そう、黄色いクマ。蜂蜜食べる黄色いクマやろ。うまくない？勝利、例えが。うまい。わかりやすいし。じゃあこれ何か当てて。いや、当てたらいかんな。言っちゃう、言っちゃう。危ない。あ、いっぱいコメントきてる。みんな正解。じゃあ皆さん、これ何か当ててください。うん、当てたら正解っていう。私の好きなキャラクターね、うん、白くてモフモフしててシナモンみたいな、食べ物をかけるシナモンみたいな名前のやつ、ココナタイじゃないわ。何やと思う？分かった？うん、ウサギみたいな。あれ犬やと思う。犬？なになに、言ってみて。ちょっと横顔が見たいって絶対。正解。やったー。わかる。そうだよ。ココナちゃんじゃないからな。ココナちゃんじゃないからな。ココナちゃんも犬やったか。犬っぽい、かわいい。ココナちゃん好き。そう、それです。なんか例えるの楽しい。うん。シューリンは髪伸ばさへんの？伸ばしません。全これまでどこら辺まで伸ばしたの？モモルンくらいかな、今の。へえ、あんまでもあんま長くないんやな、ずっと。そこぐらいが限界。そうなんや。げへん、どほほほ。え、みかん好きなん？逆に知らんかった。好きやで。知らんかった。知らんかった。知らんかった。かけた？かけた。でもこれさ、うん、これつる？あ、よっしゃ！お、番号書いてみなさい。うん、なんか確信を持ち始めた。できました、私たちのみかん。はい。ぽいの。どうどうどう、これどっちがうまい、どっちがうまい、どっちがうまい。1じゃね、1じゃね。あと何秒？早いか。あと何秒？10秒。10 9 8 7。すごいな、英語逆から言えるんや。6 5 4 10。 あ、ちょ。あと見て、あと見て。3 2 1。 早いかな。どう、もう終わっても大丈夫ですか？ほらほら、負けてる。さっきと逆や。イエーイ、 72.5。 やったね。くそ。まあでもなんか葉っぱがリアルやな、シュウリンの。ほら、さすが愛媛県出身や。なんか大変やし、もう一回。さすがシュウリン。褒めるやつや。次は？コジリンやって。いいよ。え、コジリン描こうぜ。いや、もんかも、かりんちゃんを傷つけへんように可愛く描く。それディスってますよ、ちょっと。傷つけへんようにってことはもう傷つけへんように。え、でも人の絵は私苦手だから。で、ね、コジマってどんな髪型しとったっけ。でもそんな、ホテルのお風呂上がりの小島かりんの髪型しよう。なんかはストレート、それサラサラのツヤのあるかりんちゃん。ツヤのあるってなんか違う。
こじりんこじりん。でもほんと最近小島呼びになってきた、ほんとに本気で。めっちゃ修理んでおる。やば、種類が違うよね、ちょっとなんかあのじゃあ描き方イラスト系かなんかガチかみたいな。え、小島の口側からそもそも小島多分割とで、眉毛がめっちゃ下がっとって、そう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 、かわいい、ね、目どんなんやっけ、でもクリッとしちゃってかわいいよえ、こんなんじゃない、やばい、怒られる怒られる怒られる、眉毛がバサバサクリンとしてて、ほっぺはピンク色そんな口やったかな。かけた？かけたよ。来たよ。せーの。こじりん。こじりん。どう？しおりんのおれ。どう？小島。モモルの方がリトルスに似ちゃったからは。そう、ほんまに。え、リアルなのとイラストチックなんかよね、これ。どっち？口元似てる。怒られた、僕ら後で見られたら。あ、シュッ、もうちょっとシュッとしてるかな。もう変なことするんだってどうした感じ、どうしたってねえ、これはココナさんに聞くしかないの、あ、いいね、行こう、梅山ココナ。ココナさんはね、いいよね、似てるだけで。そう、557ですよ、皆さん大好き557。もうみんな見てコメント欄、ごご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 ご前まで赤馬とか言ってなかったのに、ずっと赤馬赤馬って言うでしょ。大阪弁映ったんちゃう？え、やばい、かっこいいな、やばい。こんなんじゃない、ここだ。でも愛に見てるやん。かけたー。で、こう。手には、ほら、ももるん。かけたつもじしか映ってないじゃない。バレた。ちょっと待って、ここだったの何が好きやっけ。もち。もち。もち。できた。じゃあかココナ、せーの。二等身。それな。あ、ほんまや。一等身じゃない、マジで。一等身やない。一等身。ええやん。よき。よきよき。見てるの。ちょっと嬉しい。これいつまでやるの？え、追いかけ大会。追いかけ大会いつまでやります？もういい。もういい。もういい。ちょっと飽きてきました。いい、正直にどうぞ。あ、それを投票でやるけど。いちいちね。満足？もういい？ショールームはね。
う、うん、はい、いい感じ。もうお絵描きは今何時までと、まあね、19時、まだ8時なんか、あ、でも、うん、8時までしかできない、うん、9時、9時まで、9時ぐらいまで、うん、うん、9時ぐらいまでやるよ。みんな寝ちゃうかしら。寝る前のいい夢に入る入り口モモル、このショールームこれ見て、これを見て寝て、モモルの夢を見ましょう。皆さん、ひよりの夢も見ましょう。何する？モモル眠そう。眠そう、まだ全然眠くない。いつも眠そうやないってから、モモル声がやろ。あ、モモルはね、喋り方がゆっくり、うん、よく言われる。どう思います？ゆっくり。私、握手会に来た人とかわかるんじゃない、モモルの喋り方めっちゃ。どうですか？おっとり、うん、ほら、かなりゆっくり。なんか、ね、全国握手会の時さ、うん、こう結構早かったやんか、うん、こう普通の個別の時より。だからもう言い切れへんくって。何言おうとした？あ、はじめまして、岩田。はじめまして、三つしおりです。あ、よろしくお願いしますぐらいやろう。はじめまして、岩。さすが。でも可愛いよ。もう本当にありがとうございますを言う一言だけでもう、ありがとうございます。そんなに遅くない。ありがとうございます。ほら、いやいやいや、ありがとうございます。ほら、ショールームだから。ブリッコではないんですかって。モモルンがですか？ブリッコなん？ブリッコじゃないですよ、モモルンは。ただガチのスロー。そうね、めっちゃ、だからむしろ直したいんですけどね。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、桃花が悪いですね。すいません。すいません。で、どっかドア入るときも、失礼します。失礼しました。そんな感じ、確かに。でも、もうちょっと、ほら。早口言えるよ、逆に。言えるよ。すもも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 のうち。それはあれや！もう100回ぐらい言っとるやつ、ね。今までで。100回以上言っとるな。じゃあ、なんか新しいやつ。新しいやつ。見切れてるじゃない。皆さんにちょっと顔をお見せして。ほら、もうダメよ。すももちゃん。すももちゃん、嬉しい。眠そう、ももある。眠そう。こう近いと目がこうなるからかな。寒い。今日寒かったな。ね。最近ずっと寒いよね。でも、うん、寒い。赤巻き髪。赤巻き髪、青巻き巻き。今噛んだ。赤巻き髪、青巻き。秋巻き髪。秋を意識してしまった。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪。入れた。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪。遅い。でも一回しか言ってないよね、今。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、赤髪髪、秋髪髪。無理。はい、今の聞いてファンの皆さんは、かわいいままるとなりました。なったわけになる。こいつうっさい、マジって感じ。こんな感じなんですよ、ももるん。あの、本当に面白い。裏でもうまい、裏でもなんか面白いって。別に思っちゃう。静かにしてた。こんばんは、だって。こんばんは。こんばんは。こんばんは。さっきから一緒におるけど。いるけど、こんばんは。神アニメって10回言って。え、神アニメ、神にアニメ、うん、神様って書いて神。神アニメ、神アミネ、神アミネ。言いにくいんやな。神アニメ、神アニメ、神アミネ。言えた、10回でね。神アミネ。アニメやけどね。神アニメ。今日の前座どうやった？もう多分そろそろ最後になっちゃうよね、うん、もう千秋楽が近づいてたから。千秋楽に出たい。千秋楽の前座に出たい。最後出たい。もうみんな10、12人全員出る。15人か1列で。
いいやんな。一列で、あ、もう入れもんってみんなで。じわるな、それはちょっと。そうなんですよ。ももるんの耳、耳あるじゃないですか。あれ。あの、私、なんかちっちゃくないですか、めっちゃももるんの耳。ちっちゃいって。で、普通耳って、なんか耳立ってんのかな。なんか、めっちゃこうやってやろうとしても硬いじゃないですか。なのに、ももるんの耳、もうぐにゃって、わかる？画像で伝わります？柔らかいんかな。めっちゃ柔らかいんですよ。だってこんなくっつきませんよね、普通。くっつくよ、くっつくか。いや、いや、全然痛くない？うん。こんなになるんですよ、本当に。見てください、本当にふにゃふにゃなんですよ。ほら、かわいい。食べてみてやって。いややろ、こんな。汚いよ。ちょっと跳ねてきた。おヨーロ、あ、読めへん。ヨーロッパ旅行客って書いて。ヨーロッパ旅行客、六票書く。一回目から。ヨーロッパ旅行客、ヨーロッパ旅行客。二回しか言ってない。三回目やろ。ゴムゴムの耳。よん。ね、本当に耳やばい。一回モモルの耳触ってみてくださいって言おうとしたけど無理やったね。触れますか？触れるのは 手だけやった。画面越しやけどどうぞ。触りすぎて耳赤くなった。ふにふに。しおりと変わりたいやって。耳触るの。でもしおりがそっちに行っちゃうからな。でや、にらめっこしよう。いいよ。いや、ダメ、合わせしたい。にらめっこって、別に変顔せんの？あっちに向ける？見たいですか、変顔。にらめっこ。あー、変顔せんへんやつ。にらめっこ。いっせー。にらめっこします、今から。はい。じゃあ、はい、せーの。あ、笑った！早っ！しおりの携帯で見てる方から音がしておもろい。もっと、せーの。何もしてないのに笑うんですけど、この人。面白い。チュチュリナさんだってさ、髪長かったらさ、うん、シャンプー倍使わないかんやん。確かに。ちょっともったいない。あと、髪乾かすときにドライヤー代がいるやん。うんうん、まあ、だから髪伸ばさんのはある。なんか風量弱くてさ、この長さでもさ、なんか5分とかかかんねん。風量。家電の量を一番大きくしても乾くのが遅いってこと。そう。やばいな、それは。さあみたいな。さあ乾かない。外でこうやって振った方が乾くみたいな感じ。そうそう。面白い。なんか前髪が、うん、眉毛いいね。剃ったか。見せてって言われた。ももるん指綺麗よね。ありがとう。しかも爪短い。この人めっちゃ腕細いんですよ。やばくないですか。めっちゃ腕細い。手長いが手臭い。よっぽどな。よく画面越しからお分かりで見せる。手臭い。手臭さ伝わるけど、どんだけ。ちょっと待って、ここでれいちゃん大好きってどういうことですか？いいね。いませんよ、私、水田です。岩田です。二人合わせて。ダブルタとかでいいんじゃない？ダブルタ確かに。水田、岩田。岩田。ダブルタ。水田岩とか。あ、やばい。イモリンやって。イモリン。え、こじりんって回せてくれたってこと？出せってきた。出せ？確かにダサい。出せ。うん、確かに。
どっちがれいちゃん、どっちもれいちゃんじゃないですね。ごめんなさいね。イケボやって、うんか。イケボってイケボイス？分からん。イケてるボイスやんな、多分。最近の言葉分からん。イケてるボイス。ほら、なんか声が低いから。イケてるボイス。イケてるボイスやろ？イケボやろって。一緒のタイミングで規制を上げる、ね、なんかさ、うん、最近若者それなとか言うりやん、それな、あ、なんかこの前スルってないだけな、なんか使ってた、それもいいんやけど意味わからんのやって、それなんかそうやねみたいな感じなんやろ。あーねって何、わからん、なんかみんな姉姉って言うよね。そう、あーねって何、それなと姉って言うよね。それなはわかる、それなそれそういうことよなみたいな、それなって、あー、ね、あーなるほどねやって、あーねが、あーなるほど、ね、あーなるほど、なるほど省いちゃった。あーなるとかにしてるから、あーねーって、あーなるほどねーのねーかよ。かよって感じ。さっきの正解はキャラクターの、みんな当たってたから、当たってましたよ皆さん。言うこっち言えない。おけまる、そう、おけまるとかもよく聞く。おけやん。おけまるって何ですか？風呂に置いてあるやつ。おけ、お風呂のおけですか？おけまる、おけ、あ、こういうことじゃ、おけみたいな。おけまるだよみたいな。こっちゃ。遊びに行こう、おけまるみたいな。そうそう、おけ。ほら、あのさ、うん。一応私もさ、愛媛の田舎から出てきた芋だから、そう、ね、芋同士だからちょっと言葉がな、そう ね芋だから都会語はね、ちょっとね、そう、都会語はね大変、うん、芋みかん。めっちゃいいけど二人みかん。膝小僧見せてやって、公園で見てください。そう、ね、今モモルが見せようとした。今ズボン履いてるから見えへん。じゃあいくら見せる、一緒にもズボン履いてるわ。しおりんの顔描く、あれは T シャツの真似したらいかんよ。あ、あれはな、うまいもんな、顔見えんよ、そんな描き方したら。行きましょう、ではちょっとだけ今なんかそれ髪跳ねとんやけど、めっちゃそういうところまで再現するのがモモかな。いや今はいい、今のじゃないやろ、今の再現したら似てないもん。鼻高くて今からブログ書いてやって、ショールームで書いてブログあげるってか。まだモモか途中までしかまだこけてない。見切れてるで、見えとるよ、ここまで。コメントで消えてるんか。ももか、ももか、ももか、ももか。待って、近づけて。ちょっとでもももかに似てる。いや、似てない、向こう。似てる、そう言ってくれたら似てる。ゴリラって書いてや。シュウはゴリラとは反対やな。ううほう。うほうほ。ハート書いてた。待って。ねえ、この唇なんですか。いいよね。逆やん、これ。間違えたやろ。間違えたけど、ごまかそうとしたやろ。こういう感じ。
んっていうの、ま、そんな名前じゃないんじゃないの、ま、ま、ま、なんちゃらみたいな感じじゃないマーライオンやって投げキスしてやってほらしなさい真面目にしてんばマーライオンマーライオンまだゆきちゃん好きなんです当たり前当たり前ですよ。ゆきさん可愛いですよね。うん、ゆきさんめっちゃ可愛い本当に。しおりもね好きやね。もう喋り方が可愛い。でも何してるんですか。そうなんですか、うん、って私たちにも敬語っていう。しかも喋り方がもう、でも声のトーンが違う。そう高いから可愛いんですよね。羨ましい。もう低いトロイでもムンカはほんとユキさんかわいいっていう話な。耳動かせる？無理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 動かせるね。モモカやってやばえ。いやちょっとシオリのカツラみたいじゃない。動かして。えね耳動いとる。ここ見ててちょっとシオリのカツラみたい。まだまだやな。しおりすごい。どこ動かせる。眉毛じゃないよ。できへん。これやりすぎたら目乾くんやで。ちょっと目薬ささなんか。そう本当はカツラです。抜けるよこれ。さだから触らないでちょっと。かこう本当やけん風とか吹いたらちょっと困る。それ抜いた抜けたらどんな髪の毛してるの。秘密秘密秘密子秘密子様見てる。ずらりん両方しおりやん。ずらりんあーしおりんずらりんしおりんね。本当は21時からあるやん。ピーピーさんたちに。そうね。だからモンカも見たいからそれまでには終わります。やい8000人突破してるらしい。やったー。告知ブログでできてないのに。すごいね。ありがとうございます。そう。9時20分から。だでもショイラは9時まで。そう9時になったら無事ってるんだ。モモルンのショールームは9時まで。しおりんだけでやるときは10時までできる。そう大人だから。大人じゃない高校生だから。なんかまあもうすぐ4月からやばい卒業できるかな。頑張ろうお互い頑張ろう。 3年生同士やな。そうなんです。私高校生やけどね。中学3年生小学3年生らしいですよこの子。すごいですね。小学最年少甲子園。ちょっとこの角度漏れとる。いつでも可愛い。スクショタイム。ね、それ後で見たらすごいさ、やらければよかったってなるけど、やめときなさい。今のスクショタイムでしたよ。撮れた。進路はアイドルです。アイドルなの？ここ。進路はここ？うん、じゃもしさ、うん、アイドルじゃなくアイドルという職業がもしこの世になかった場合、修理は何に就職してた？え、清掃員。どこ掃除したかった？窓とか？そこら辺のビジネスホテルか、うん、駅の清掃員とかそんなんでよかった。もうとにかく掃除ができたらいい。掃除好きやな。あの、ほら人んち、ゴミ、うん、あるやん。便利屋さんみたいな、掃除してくれるみたいな。うん、ああいうの？ああいうのやりたい。お掃除した。ももるま？学校の先生になりたい。やっと国語の先生やってそう。マジで今先生やってそう。そうですね。ここがポイントですよ。ほらなんか古文とか古文糸嬉しいなんかね、あるよね。糸とベリーは同じ意味ですよ。とてもそう
昔々竹取りの翁というものありけり的な、そう的な、もうさ、こういうシーンめっちゃ覚えさせられますよね学校で。でなんか音読みたいな、うんうん、暗唱テストとか。そうそうそう、糸お菓子って言ったらさ、うん、どういう意味だと思う？習ったけど忘れた、もう古文が嫌すぎて忘れた。趣深いってことよ。趣深いって何やねん。風情があるなみたいな。風情って何？なんか雰囲気いいなみたいな。どう合ってますこれ間違ってたらすんません。合ってるよ、やった。もう偉いもんな。偉い？偉い、頭いい。だってこの人テストがいやでも70点とか60点で悪いとか言ってるんですよ。いやでも最近もうピンが飛んで、私なんてそんな点数取ったら親に褒められるけんね70点60点取ったら言って、うん、でも僕も最近なんか授業難しくなってきてさ。何が難しい？授業かと実がそう、みんな受験やし、ももかも受験やしさ、なんか発展ばっかりで難しい。滑舌悪くない？ももるん、ちょっとただいまね、あはははは、いつものことです50件。悪くないよ。3連発できましたよっしゃ、よかったな。ほんとさ、知っとる人に今までのテストの最低点0点どうし、0点全部英語と数学は全部0点今まで。え、書くけどってこと？書いてた、あの、ちゃうよ、名前書くやん、出席番号の名前みたいな。一問目見るやん、あ、わからん、全部わからんなみたいな。いやでも、あれよね、そう、それは親にバレないように。しおりんのお母さん見てますか？もう見るかもしれんのや。しおりんのお母さん、いや、これ本当に怒られる、ガチで本当に怒られる。電話かけてきていいですよ。本当に怒られる。おー、見るかもしれん、やばい。ももるんちくってる。しおりんのお母さん、そう、欠点取りまくりで補習してた。欠点って何？赤点みたいな。そう、30点以下。生じる。あ、分かった。今生じが0点取ったって言って、0点なんかどうやったら取れるんやろって、ここに吹き出し、吹き出し。いや、思ってないでしょ。いや、でも0点か。ちょっと思うやろ。0点どうやったら取れるんだよ。こうなんか記号とかやったらさ、適当に読めてもなんか運よく当たりそうなもんやけどな。うわ、言うことが偉い。記号すらないんよ、もう。あ、そう。記号すら当たらん。もう悲しいね。そうね。そう、数学は難しい。うん、あ、そうやな。数学そんな記号とかないか、あんまり。